やってきました、インキューバー、そしてマリア。マリアです。はい、牧野マリアの写真集の撮影が始まりました。今発売しましたって言おうとしちゃったんですけど、始まりました。で、今キューバに来ています。私キューバは初めてなんですけども、景色が綺麗景色が綺麗で、そしてなんて言うんだろう、私キューバのイメージがあまりよくわからなかったんですよ。まあ来たこともなかったので。だけどすごくね、綺麗だし、おしゃれなね、カラフルな街もいっぱいあっていいなと思いました。で、私昨日の夜にキューバに着いて、まあ寝て、で朝起きて、朝ごはんを食べたんですけど、オムレツを食べました。好きな具を選べるんですけど、私はチーズが好きなので、チーズだけでオムレツを作っていただいて、その上にまた自分でチーズを乗せて食べました。もう朝からとても美味しいご飯を食べれて嬉しいです。お昼もね、チーズと生ハムのパンも食べました。もうチーズが好きなんですよ、本当に。夜もご飯が楽しみです。あと2日間か、今日はして3日間ね、撮影があるんですけど、3日間頑張りたいと思います。バイバイ。
私もなんかキューバに住んでる人みたいな気持ちになってます。楽しいです。住みたくなっちゃう。ここも見れたらいいかなとはちょっと思ってます。はい去年の写真集とちょっと違う感じに見ました。そうだよね。
いや、とても可愛かったです。なんかここから将来の選手が生まれるんだなと思ってちょっとワクワクしました。でもなんか一緒に練習をさせてもらったんですけど、なんて言うんだろうな、自分もメジャーリーガーになろうって頑張ります、思いました頑張ります。でもなんか自分的にゴロが取りにくかったので、そうすごいなと思って、で教えてくれたんですよ、こうやってやって次こうやって取るんだよって見ててねみたいな教えてくれたので、すごく嬉しかったです。明日も頑張ります。バイバイ。帰りたくないですね。すごい楽しい。マリア、ここずっと入れます。ご飯ですか？ご飯昨日ピザ食べに行ったんですけど、もうお腹いっぱいになりました。すごくお腹いっぱい、美味しかったです。チーズもいっぱいだし、伸びるし。頑張ります。イエーイ。何日間か撮影させていただいたんですけども、どこに行ってもおしゃれでみんな優しいですね。こうやって歩いてるとよくお話ししてくれて、
まあ、言葉が通じなくてもなんかちょっと分かり合えてる感じがしたのがすごく自分は嬉しかったなって思います。あとはあの少年野球のチームに行けたのもすごく嬉しかったなと思って、もうあの男の子たちがもう可愛くて一生懸命練習してたのがもうずっと心に残ってるので、マリアもこれからも頑張りたいなって思いました。そして今回はすごいおしゃれな衣装をね毎回着させていただいてるんですけど、ちょっとなんか大人っぽい感じになってるかなって思います。写真集は完成まだ分かんないですよね。だからなんかちょっと大人っぽくて前髪もちょっと伸ばしてるので、それ違うところがね見ていただけたらいいなって思います。あとは普段自分はなんか水着の撮影の方が好きかもって思ってたんですけど、なんか今回の撮影で普通の服を着ての撮影もなんかすごく楽しいなって今までよりも思ったので、これからで頑張りたいなと思います。バイバイ。ですね、もうこのまままだキューバで撮影したいって、いや撮影も楽しかったですし、キューバもとても楽しかったです。ありがとうございました。はい、ということで残すまだもうちょっとキューバの話しますね。あのキューバは来るのは初めてだったんですけど、なんて言うんだろうな、なんか多分キューバのほとんどを回りましたよね。まあ回ってないかもしれないけど、それぐらいなんかいろんな街に行って、銅像が多いなって思いました。たくさん銅像が飾ってあるイメージがあります。そして海も近いし、海はなんか水色っていうよりも青いっていう感じがすごいしましたね。なんかもうちょっと1週間ぐらい前の記憶っていう感じなんですけど、今思うと海行ったらなんか深いところが多かったり、まあ、でも浅くて、あ深いなと思ったらもうちょっと行ったら浅かったみたいな、そういう海があってすごく面白かったです。はい、ということでもう本当に終わったの寂しいんですけど、残すはラストの制服です。私高校3年生なので最後の制服の卒業になるんじゃないかなと思います。なのでもう18歳になっちゃうんですよ。もう嫌なんですけど、嫌ではないかな。うん。はい。なので、高校生ラストの制服の撮影を頑張りたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。都内に戻ってきてこの制服姿で撮影をしてもらったんですけど、はい、制服です。もう最後ですよ、高校生今年で卒業してしまうので、もうこれを着れるのももうないんだなって思うと、撮影しながらちょっと寂しくなりましたね。もうちょっと高校生でいたいなって思いました
なんか今になってちょっと前まで大人になりたいって思ってたけど、やっぱり制服を着るとね、まだ子供も子供でいたいなって思うところもあったりして、まあ、ちょっと自分でもその出来上がった写真集見たら寂しくなっちゃうかもしれないですけど、いい思い出としてなったらいいなと思います。そしてなんといっても今回はキューバで撮影をしたんですけど、キューバのね撮影してあのできた写真を私ちょっと見たんですよ。もういいです、いいです、自分で言うけどいいですはい、いろんな、ま、キューバに合った衣装も用意していただいて、キューバの街とその衣装と素敵なメイクと髪型となんかもう全部がいいなと思って、もう見ていただけたら分かると思うんですけど、あとなんといっても野球ですね。男の子と一緒にやって野球がすごく楽しくって、教えてもらってるようなところもあったりするし、集合写真があるかもしれないし、皆さん楽しみにしててください。もうマリアも本当に出来上がりが楽しみです。本当にありがとうございます。バイバイ。